コンデシュルイコール・ノワローは、フランス、バス・ノルマンディ地域圏、カルバドス圏の旧コミューン。2016年1月1日より、周辺コミューンとの合併で、コンデアン・ノルマンディとなった。コンデシュルイコール・ノワローは、ボカージュ・ノルマン地方に属する。そして、シュイス・ノルマンド地方、ボカージュ・フレリアム地方、ボカージュ・ビロワ地方と境界を接している。 バスノルマンディの景観地図によれば、この地は大部分がシュイスノルマンドの中に含まれる。その特徴は、地域の観光イメージを最も表すはっきりとした起伏のある風景である。シュイスノルマンドの領域の南西部はビール川流域に分類される。人口集中地は、 フレールの北1 2トル、ビールの東2 6トル、ファレーズの西3 0トル、カーンの南4 6トルのところにある。人口集中地を県道562号線が横切る。コンデシュルイコールノワローは、オルヌ川流域にあたり、その支流のワロー川が南東を流れる。コミューンの北西から流れるドリュアンス川は、合流する前に、 人口集中地を横切る。コンデはバスノルマンディの他の土地と同様に海洋性気候で、霊涼七つと穏やかな冬がある。町の名は中世にはラテン語化されたカンデティンシサム、1020年代にはコンディテンシサムビクム、その後1106年から1135年にかけてカンドティ、1236年にはコンデとなった。コンダの名は、 ガロローマ語のキンデーットがオイル語の中で通常の音声学上の進化を遂げたものである。この地名のタイプはガリア語のキンデーットから来ている。これは多くのコミューンの名で見受けられ、決定要因は主として河川の名となっている。コンデシュルイコールイヌ、コンデシュルイトン、コンデシュルサルトなどが当たる。例外としてコンデシュルリールとコンデシュルスールがあり、 川の名がついているものの川はコミューンを通過せず、むしろ一時的に二つの川に分かれる。コンデシュリーコールノワローの名は、従ってドリアンス川とノワロー川の合流から、派生する。百年戦争中の1418年、町はイングランド軍によって陥落させられ、ジョン・ファストルフが知事となった。町は、その後、ブルターニュのフージェールの町を攻撃するための拠点として、 フランスはド・シュリエンヌによって採用された。シャルル七世が町を奪還し、ノルマンディ公領全土を獲得したことから、百年戦争は終結へ向かった。今では大規模に宗教改革が行われた最初の町の一つであった。16世紀、新京都たちは町で数回の集会を開いた。1674年、彼らは地方教会会議を開催した。 ノワロー川とドリュアンス川は、コンデでの活動を好ましいものにした。18世紀以前の町は、ノワロー川上に2つの大きな製粉所があった。ドリュアンス川上には1つの製粉所があった。18世紀以降、コンデの町は、県で最も活気のある町の一つになった。リネン、ベッドリネン、アマの製造は、7000人余りの労働者を支えていた。カトラリー製造も、 有名だった。フランス革命後の国民公開時代、街の裏は単なるノワローに改名させられた。19世紀初頭、小さな水車がコンデに移ってきた。1860年代、街は大規模な繊維産業と経済発展が頂点に達していた。この発展を支えるために1868年には、シュイスノルマンド鉄道が建設され、 1874年にはカーンと接続された。一方でコンデでの活動は最初の困難に見舞われた。アメリカ合衆国の南北戦争による海上封鎖は面の供給路線の多くを破壊し、唯一防石だけが1863年には活発だった。第二次世界大戦ではコンデは最も悲劇的な経験をする。街は 空爆によって95%が破壊され、252人の犠牲者が出た。町の復興は、1963年の市、庁者落成式で終わった。総水イコール1999年まで、LDH, イヘス、カシニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。